今急遽ですね、スマホのカメラを回してるんですけど、緊急で動画回してるっていうとなんか某有名な方のあれっぽくなってしまうので、ちょっと言い方を考えてみましたということで、本題がですね、今日の朝の朝刊の新聞を読んでたんですけど、そうしたらサッカーくじのメガビッグってやつですかね、これの当選の12億円の当選くじがあるらしいんですけど、これの一等で当選した方が今見つかってないらしくて、でこのまま見つからないとなんか払い戻し期限が2月の9日らしいんですけど、2月の9日が来てしまった場合、払い戻しの時効が成立するらしくて、その場合そのお金はスポーツ振興の財源になってしまって国庫にね納付されてしまうらしいんですよ。一応プライバシーの件もあるらしくて、あまりね個人を特定できるような情報は開示できないらしいんですけど、とりあえずその大分県の佐伯市にあるローソンで買われたらしいんですよね。なので、大分県の佐伯市にあるローソンでスポーツくじのメガビッグ買った覚えのある方は、なるべく早く自分のくじの番号を、見てみて、もしかしたらそれ一等の可能性あるんで、やっぱ12億円当たったらもう人生って結構変わると思うんですよね。12億円あれば人生の可能性って無限大に広がると思いますので、ぜひ本当にその俺か私か分かんないですけど、メガビッグ買ったぞっていう方がね、もしその大分県の佐伯市のローソンで、買ったぞっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ一回確認していただきたいなというのと、もしねこの動画を、ご覧になった方がいらっしゃいましたら、この動画を拡散ってわけじゃないんですけど、もしかしたらあなた一等当たってますよっていう、なんとか12億円当てた方見つかることを心から願っておりますということで、本日の動画もそれだけなんですけど、ちょっとね急遽スマホのカメラを回して動画撮らせていただきましたということで、本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。